皆さんおはようございます。さいりょう平です。今日が11月の26日金曜日。ね、はい、はい。えー、っと今日は。 長くなります長くなりますっていうのはちょうどいい質問が入ってらっしゃるのでこの質問に対してちょっと答えていきたいこととこれ皆さんが共有できることなので是非とも覚えててほしいんですけどもまあ質問をまず読ませていただきます質問です 私は今の家に住み15年ほど経ちますが、年末に締め飾りをしたことがありません。今年はアドバイス通りの大掃除をして、締め飾、締め縄を玄関に飾ろうと思っていますが、購入はスーパーでも良いのでしょうか。また、お花屋さんでは、リースのように少しドライフラワーなどもあしらったり、丸くない形のものもあります。締め飾りの条件のようなことがありましたら教えていただきたいです。私のイメージは、丸く編んだ縄にみかんです。 えー、幼い頃はおじいちゃんが編んでいました。はい、えー。この質問なんですけども、えっと、もうね、僕が年末にかけてちょっとお話しする、12月にね、えっと、東京とかでも講演させていただきますけど、その時でもちょっとお話しするんですが、今日はね、YouTube 見てくれてる人だけに先にあのお話しさせていただこうと思うんですが、まあ、2022年の運勢っていうもの、まあ、今が2021年なんですけども、2022年の運勢っていうものを、 少しでも良いものにしたいって考えてるんであるならば、もう12月の時点でほとんど流れは決まりますよって昔言われたことがあります。これは僕の先生ですね。で、まあ、なんでですかっていうと、12月の終わり方、まあ、終わり良ければ全て良しではないんだけども、まあ、はじめ肝心っていうのは12月の時点でスタートが決まってるんだよっていうことを言うんですよね。で、まあ、ここで、まあ、どうやったらいいのかっていう中の一つとしては、もう大掃除です。で、 俗世間一般的によく12月に入ってくると、大体ね、12月13日とかになったら、えー、っと、すす払いって言って、えー、っと、神社でね、あの、かんさんたちが竹の笹でばーってこう、あの、締め飾りとかに乗っかってるすすを、誇りを払うんですよね。で、大体12月13日っていうことが、これがきっかけとなって、まあ、 僕はね皆さんの普通で考えたら、えっとまあ、クリスマスが終わったぐらいからでいいですよって話をするんですけども早いところは12月13日までに大掃除を終わらせて12月13日以降でもう締め飾り出しますで締め飾りっていうもの自体はも、えっともとが日本の神話の中であの調べたらすぐ出てくるとは思うんですけどもアマテラス大神様がね昔あのアマトのお岩の中にあの 閉じまっってしたこで出てきていただいてその後にもうアマテラス大神様がもう入ってしまうと世界が闇に包まれてしまうからもう神様が入らないように、えー、と締め飾りで封じようとかっていう習わしがあったりとかで基本的には締め飾りっていうのは、えー、我が家は神聖な場所になりましたよとだから年神様って言って2022年の良い流れを持ってくる神様を迎え入れるための準備としてなぜかというと 年神様っていうのはもう12月の時点で来年どの家に行こうかなってもう動き回ってるんですよ。で、あ、この家、いい流れも、あの、いい状態で迎え入れてくれる準備ができてるんだねっていうことを知らせるために12月の13日以降でも締め飾りを出すっていうのがあったんですが、僕はもう別に、えっ、ー、と、25日以降、クリスマスが終わってからね、あのー、皆さんクリスマス楽しみにされてる方もいらっしゃると思うので、それが終わってから出してもいいですよっていうんですが、一応は、 えっと、12月の29日は、えー、っと、31日は基本ダメです。締め飾りを出すにはですね。29っていうのは、えー、2 9句、20の句って言われたりとかして、まあ語呂合わせの言葉ですね。で、31日は一夜飾りって言って、まあこれもあんまりいい状態ではないと。で、まあ30日だったらいいよっていう人たちもいればダメだっていう人もいます。なので、一応28日までに出しなさいっていう人もいらっしゃるんですが、えー、僕の先生と師匠の考え方は、良い神様。 というか、まあ、福の神様、力のある神様ほど、早いうちから動き回るので、早いうちからうちはね、もう準備が整ってますよっていうことをアピールするために、えー、締め飾りを出しておきなさいと。じゃあ、えー、神聖な場所、神様が入ってこられる場所として重要なのは何かって言ったら、えー、家の中の大掃除が終わっているってことです。で えー、大掃除って言うと、まあ、断捨離ですね。断捨離もすごく重要です。まあ、この辺に関しては桜庭先生がね、いっぱい YouTube で動画上げてくれてるので、まあ、それを参考にするのもいいですし、まあ、それもいいですけども、まあ、どうしてもそれができないって思った時は、さっさっさっと時短法でね、できる方法は、えー、去年の時点でねあの、YouTube に出してます。なので、その方法を参考にするのも良しです。もう今日は締め飾りっていうものに対しての質問なので、締め飾りの質問なんですけども、まあ、僕もね、ここで見て、一つは、 えー、玄関に飾ろうと思う。まあ、その前には大掃除を。まあ、できれば28日前までには終わらせておくってことなんですが、一つポイントとしては、えー、大掃除はね、もうね、11月の時点からスタートしてください。あの、ちょっとずつってことです。12月になって、最近またさらにね、寒くなるのが冷え込みが激しくなってきましたけども、そのタイミングであんまり水を扱いたくないなって思ってる時に、今のうちに、まあ、えー、お風呂場の大掃除だったりとか、あとは、えー、っと、窓。 水を使使って、ね、使う,う冬場の寒い時期にやるとですねやっぱり大変なので今のうちに11月の間にちょ,ちょっとずつきれいになる窓とか水を使う場所水場っていう場所をきれいにしておくというのがいいですよあとはエアコンとかも自分でされる方もいらっしゃるかもしれませんけども業者さん呼ぶんだったらそれもいいけど12月になると混み合うので11月の間に。 えー、早く終わらせておくっていう風にしちゃっておくと、えー、そういう風にして水場を先に終わらしておく方がいいですよっていう大掃除の準備ですねっていうのが一つで、えー、ここでは、えー、スーパーで買ってもいいのですかいや全然問題ないと思いますあの全然スーパーで買うのもね問題ないと思いますし、えー、ここにねお花屋さんではリースのように少しドライフラワーなどもあしったり丸くない形の、うん、これよく言ったりするとここに出しておくとですね まあ、いろんな形が結構ね、締め飾りってあります。まあ、ここは神聖な場所ですよっていう、ことを、伝えるためのものなので、別に、形はちゃんとしたものであるならば、基本は、丸が多いです。これ、丸っていうのは何かって言ったら、円なので、まあ、神様との円をつなげますよっていう意味合いがあった上での丸にすることが多いですし、ちょっとこう、神社によくあの、お賽銭入れるところの上にこう、ついてる、あの、網網状のやつの太いやつだったりとか、 あの、ただ紐をロープでくっつけて、あの、飾りをつけるっていうところもあったりするんですが、どれも、え、締め飾りになります。なので、僕は、普通の家で言うと、僕も原活具と、あの、必ず縁のものをするんですが、僕もね、今ね、最近なんか見てると、仲のいいお花屋さんとか見てたら、お花をあしらってるものもあったりするんですよ。ただ、ドライフラワーは、あ,ーあんまり好まれないって言います。な、成果がいいです、本当に。成果がおすすめなので、えー、ドライフラワーっていうのは、昔から言うのは、 えー、死んでしまってる花をねあのものなのであの四季って言って死んでる木を出しちゃうよっていう風にしてよく先生に注意されてたのでドライブワじ,じゃなくて成果であるならば僕はなおいいと思いますなので、えー、丸いものっていうもので締め飾りで えー、ここにもね、幼い頃はおじいちゃんが僕もね、近所農家の人いっぱいいたんで、あの、稲でね、編んでくれてるおじいちゃんがいました。で、もらったりとか、自分で小学校の時に作って、教えてもらって作ったりとかっていうものでやったりとかしましたけども、あの、やたらとかお金かけてでかいものにする必要はないんですよ。重要なものは、まあ、どんな形であれ、期限を守る。 できっちり大掃除をしておく。まあ、それができなかったら時短法は YouTube に,に出してますよね。それをやっておくまあ、整いましたよっていうことをやった上でまあ、早ければ12月の13日以降からドライフラワーを出すあドラ,ドライフラワーじゃない締め飾りを出す人たちがいますのでそれは年上様を迎えるための方法ですとで、えっと、いつだったかな24日ぐらいの時にお母さんがあのとかお父さんでもいいんですよ親御さんがまあ、お子さんでもいいんですが大切な人のためにひ紐を あって、ミサンガみたいなしてあげると、思いがこもるので、とってもいいお守りになりますよってお話をしたと思うんですが、締め飾りもいいと思いますあの。スーパーで買うのが悪いわけじゃありません。じゃなくて、あ、ちょっと時間もあるし、あのー、材料も揃うからっていうことで、あの編んで作って、えこれを今年え、締め飾りとして作ろうっていうんであるならば、女性とかだったらですね、よくあのあの白爪草とかでよく編んでましたよね。あんな感じで作ろうって自分でお手製のやつ作っても絶対いいと思います。 そうするとまたいい年のきっかけになると思いますので、まあ。 手で作る方がもしかしたらいい木がいっぱい入るんじゃないかなって思うのでご家族でチャレンジしてみてもいいんじゃないかなってことですなのでもうその大掃除の準備はもう今から入ってていいと思いますなので12月にバタバタしないようにっていうことのために今のうちからやっておくやるんだったら水場を先に終わらしておくとか水を使うとかちょっと大掛かりになるものは先に終わらしておいて少しずつやってまあ12月の13日以降からはもうちょんちょんってもうあとやったらすぐいつでも締め飾りを出せる状態って言って準備しておくのがいいですよっていうふうにしてえちょっとね 今回、皆さんで共有できる、えー、ことだったのでもう大掃除はもう11月からっていうことともう一つは、えー、締め飾りはスーパーで買ってもいいで僕は丸にこだわります円が円を呼ぶということでこういう形だったから悪いなんてことは全くありませんただしどれを置くにしても家の中の大掃除事務所でも職場でも大掃除が終わってますっていうことで、えー、年末の、ね、休みに入って27とか28多分今年だったら26とかぐらいから入るかもしれないですし27以降で入るか違う,違うか。 今年だったら、あ、そっか、ギリギリまで仕事っていう人もいるかもしれませんけども。 もう2829ぐらいからバタバタ入るっていうのはちょっと遅いです大掃除はなので前もって少しずつ終わらせておくことが絶対おすすめなのでそれが終わってすぐに早ければ13日以降からだったらいつ出しても問題ないので、えー、やってくださいっていうことですなので、えー、年末の大掃除ができて締め飾りを飾るタイミングこそが2022年の運勢を大きく決めるきっかけになりますのでぜひとも皆さんこれを見てるんであるならば早いうちから大掃除の準備と締め飾りどれにしようかなっていうのでもし、えー、お花 なのでドライフラワーがダメだとは言わないんですけどねいろんなことを僕も言われたので、まあ、できるならば成果がおすすめですことを覚えておいてくださいということですはい今日はそんな感じなのでもうみかんつけるのもバッチリですあれも縁起物だからこれがね三冠って言ってるみかんなんですよだからぶどうみかん桃って言ったのもそうなんですけどもこうやってみかん使うっていうのもとっても縁起がいいことなのでぜひとも、えー、覚えておいてください、えー、今からですねしっかり準備に入っていきましょうということですちょうど、えー、明日が土曜日かな 土曜日になるので、まあ、ちょうどこの11月の週末でちょっと大掃除を、えーね、ちょっと準備しようかなっていう人たちもぜひやられてみてはいかがでしょうかってことです今日は以上です僕はねちょっとね、えー、明日から、えー、何々さんの大阪のちょっと合宿に参加させていただきますなのでちょっと取り溜めになるかもしれませんけどもよろしくお願いしますちょっとパワーアップして帰ってきますねということで今日も元気よく行っていきます、えー、今日頑張ったら明日から休みの人、まあ、仕事の人もいるかもしれませんけど、まあ、週末ですじゃい入ていきましょうということでおっしゃということで今日も元気よくいってらっしゃいお気をつけて